汝、日の輝きを持つ娘、その輝きを傍らで支えし少年と共に我が元に引き連れよ。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。いや、こんにちは。そんなに警戒しなくてもいい。私は魔法使いだ。君の心を治してあげよう。ただし、代償は支払ってもらうよ。その頃、僕の頭は壊れた蓄音機のように同じ言葉を繰り返し続けた。だけど、僕はその声を知らない。僕が知っているのは、ただ他人のくせに勝手にうろうろして。ヨシュア、どこに行っちゃったのよ。ヨシュアってば。あ、ヨシュア、こんなとこにいたんだ。まだ無理しちゃダメだってば。もう平気だよ。え、本当？もう熱下がったの？負傷に伴う一時的な発熱だ。今朝には下がった。そっか、よかった。ヨシはすっごくうなされてたんだもん。一時はどうなることかと思っちゃったし。僕は何か言ってた？いや、何でもない。熱が下がったんなら一緒に遊ぼっか。
ずっと寝てばっかりで退屈だったでしょ？わかるわかる。私も熱の時は死ぬほど退屈だったもん。あ、でもヨシアは足怪我してるから、まだ走るのは無理か。じゃあ、缶蹴りも鬼ごっこもダメだし。遊びたいなら、一人で遊べばいい。僕には近づかないことだ。ここも、もうすぐ危険になるだろうから。え？手当には感謝しているよ。随分と世話になったね。カシウス・ブライトにも、そう伝えておいて。ダメだぞ！そんな顔してちゃ！元気がない時は、好きなことするのが一番。よし、ちょっと待ってなさい。今いいもの持ってくるから。まだ追っ手の気配はない。ここが見つかるまで 2,3 日というところか。あと3日。意味がわからない。ね、かわいいでしょ？つっつくと丸くなるんだぞ。いらないよ。え、なんで？こんなにかわいいのに。そんなものいらないって。それと、もうここへは来るな。むう、この虫は好きじゃなかったか。いや、そうじゃなくて。ちょっと待って、あのケース取ってくる。よしは、これでどうだ。鬼ヤンマだからいらないって。じゃあこっち、これならバッチリなはず。絶対気に入るから。丸顔オートカゲ、こいつもダメか。あのさ、僕は個々の虫がどうこうって意味じゃなくて。くー、これ私のお気に入りだったのに。何なんだこの子は。さっきから意味がわからない。ヨシア、ちょっとここに座んなさい。もう座っている。ヨシュアってどんな虫が好き？大きいのが好き？綺麗なのが好き？足は多い方が好き？触覚長いのが好き？甲羅？羽？それとも水かき？虫はいらない。ゴー！となると、何かびっくりするようなやつでないとダメか。よし、待ってろ。あたしが取ってきてやる。あの子、虫が好きなのか？あいつ面白い顔してたのに。何のこれしき。ヨシア動けないんだもんね。それになんだか辛そうだし。うん、やっぱり私が虫を捕まえて
元気づけてあげないと。あ、さっきのやつ。待てー。いざこうしてみると静かだな。何度も視線をくぐってきたけど、こんな状況は初めてだ。よっしゃー。ふん、ほら見て見て、こいつ面白い顔。だからいらないって言ってるのに。君も懲りないな。名付けてびっくり人面が。羽の模様が人の顔に見える。な、何これ。びっくりしたでしょう。別に。お姉さん頑張った甲斐があったわ。よし、次はもっとすごいやつ取ってくるから。騒がしい子だな。よしや。帰ってきた。よしや。飛び込め。何するんだ。やっぱり釣りの方が面白いもんね。よし、お昼ご飯を釣り上げてやる。ほら、ヨシアも上がろう。着替えないと風邪ひいちゃうぞ。ヨシアの分ね。僕の分はいらないよ。次は私の釣ろうっと。釣れなかったらお昼抜き。まったく、本当に人の話を聞いていないな。小さい。これはお父さんのだな。あの不良親父、どうせ遊び歩いてるんだし、このくらい当然の罰よね。え？次のやつが私のよ。私のお昼ご飯。トウ！この子、カシウス・ブライトのことを知らないのか。娘には何も話していない。彼らしいといえば彼らしいけど。うわ、逃げられた。くっそー、次こそ釣るぞ。ピクッときた。いや、まだまだ、ちょっとつっついただけ。あのさ。ん？何？
いや。こんなに明るかった。緑が目に痛い。あ、来た。今度こそ大物だ。よし、お昼ご飯いただき。あれ、ちっこい。どうしちゃったのかな。昨日もお店に来なかったし。まあ気まぐれなエステルのことだし、そんなに心配しなくていいんじゃない。でも今までは毎日遊びに来てたのに。もしかして悪い人に誘拐されちゃったとか。それなら魔獣に襲われて瀕死の重傷を負い、哀れ森の中での垂れ陣だの方が微妙に可能性が高いわね。あの子普段から危ないとこ行ってるみたいだし。冗談だってば。エステル、いい加減出てこい。エリッサが泣いちゃうぞ。エステルなら出かけてるよ。この子知り合い？さっきから何を聞いても返事してくれないのよ。答える義理はない。だってエステル、この二人は君の友人か？え、うん、そうだけど。本人たちの話とも一致するな。隙だらけだし、訓練を受けている様子もない。そろそろ連中が嗅ぎつける頃かと思ったけど、この二人は違うみたいだな。さっきからこの調子なのよ。ロレントじゃ見ない顔だし。エステル、この子のこと知ってんのよね。ああ、うん、ヨシアはね、実は私の弟なんだ。え、エステルの弟？そうだったんだ。あー、びっくりした。おいエステル、それ説明になってないぞ。いきなり弟って、それだけじゃわかんないわよ。本当だもんね。ね、ヨシア。そんなわけないだろう。
シュア、待ちなさい。もう、お姉さんの言うこと聞きなさい。君みたいなのが姉さんなわけないだろ。え？君たちと馴れ合うつもりはない。僕がここにいるのは、カシウス・ブライトも言ってただろ、成り行きだよ。それと、虫を持ってくるのはもうやめてくれないか。何のつもりか知らないけど、おせっかいも過ぎると怪我をするよ。うるさいよ。隙あり。よしよ、今日から私がお姉さんよ。もう決定事項だから。毎晩毎晩本当におせっかいだな。ヨシュア、また外で寝るのか。やはりエステルと同じ部屋は嫌か。あの子はおせっかいすぎる。しかも何も分かっていない。自分がどれだけ危険なことをしているかということも。カシウス・ブライト、あなたが教えるべきでしょう。どうして何も言わないんだ。エステルの隣の部屋な、今は物置になってるんだが、片付けてお前が使ってもいいぞ。確かベッドもあったはずだ。遠慮しておきます。僕には必要ない。うん、確かにエステルのやつは何でも首を突っ込むからな。お前の目から見れば単純で何も分かってないただの子供でしかないだろう。だがな、ヨシュア、何も分かっていないのはむしろお前の方じゃないのか。少なくともあの子は自分が何を欲し何をすべきか
あの子なりに分かっている。それはあの子があの子であるために必要なことなんだろう。まあ父親としてはもう少しだけ女の子らしく育ってほしいとは思うが、それでもヨシは欲することもすべきことも見失っているお前と、果たしてどちらが正しい？僕は言っておくが、俺はお前を甘やかすつもりはない。されともここにいろとも言わん。お前がこれからどこに行きどうしたいのか、そして何者でありたいのかはお前自身が決めるんだ。それはまだ誰も知らないことだからな。僕は一体。パーゼル、あの髪の短い子か。うん、この農家ティオの家なんだ。ティオん家ね、この前双子の赤ちゃんが生まれたんだって。知ってるよ、君が大騒ぎしてたじゃないか。もう何度も見に行ってただろう。まだ珍しいの？違うって、今日は一日農園のお手伝いよ。今はちょうど収穫期なんだって。でもハンナおばさんは動けないからいつもより大変でしょ。エリッサと話して手伝おうってことになったんだ。なかなか殊勝な心がけだとは思うけど、だからってなんで僕まで。つべこべ言わないの。ほら行くわよ。これもリバヒリよ。それを言うならリハビリ。エステル、それにヨシア君も。ありゃりゃ、強引に連れてきたっぽいわね。おじさん、手伝いに来ました。おお、来たかい。いや、悪いね。ハンナの出産中にもいろいろと手伝ってもらったのに。あのくらいお安い御用よ。このエステル様にかかればちょちょいのちょい。それは頼もしいな。おや、そちらの君は？エステルの弟よ。ほら、前に話したじゃない、ヨシア君っていうの。ああ、そういえばそんな話も聞いたな。確かエステル君と大喧嘩したとか。あ、ハンナおばさん、こんにちは。
はい、こんにちは。二人とも今日はごめんよ。また手伝わせちゃって。私も早く農作業に戻りたいんだけどね。おいおい、まだ作業は無理だよ。なーに、ティオの時はもうしっかり働いてたんだよ。こうやって赤ん坊のあんたを背中に担いでさ。そうだったの？知らない、覚えてないって。でもさすがに双子だとそうもいかないね。おや、そっちの黒髪の子は？ああ、ヨシア君だよ。ほら、前にティオが話してたろ。ああ、エステルの弟君ね。まあまあ、また随分と可愛い子じゃないか。あんたも手伝いに来てくれたのかい？すまないね。おや、よく見たらまだ包帯をしてるじゃないか。おお、本当だ。これは気づかなかったな。傷はほぼ完治しています。作業に支障はありません。いやいや、無理はよくないよ。どこか休めるところで。そうだ、いいこと思いついたよ。それでは収穫の手順を説明するよ。エステル君、エリッサ君、それにティオの3人はこの辺りの畑の収穫を頼む。分担した方が効率がいいよ。北側の畑から取り掛かってほしい。王室の野菜は私とフランツで収穫しちまうからね。で、ヨシュア君には？その子たちの世話を頼むよ。男の子の方がウィルで、女の子の方がチェルさ。了解しました。それでは作業を始めよう。途中でわからないことがあったらいつでも聞きに来てくれよ。この数週間、追っ手の気配はない。なぜだ？僕の居場所くらい、とっくに突き止められていていいはず。もう僕には関心がないということか。だから、記憶だけ消して、捨てた。いや、だけど、なんだ、大切なものを失ってしまった気がする。なんだ、僕は一体何を？よし、あ、一体何を？よし、あ、え、ね、ヨシュア。エステル。ほら、見てこれ。どうだ、すごいだろ。これ私が取ったんだぞ。こっちのナスビだって。つやつや。あのさ。何？はあ、エステル、膝をすりむいてるよ。え？君はいつも後先考えないで突っ走るから。ほら、膝を見せて。
染みる。このくらい我慢しなよ。まったく、いつも生傷だらけだな。前から気になってたけど、破傷風とかにならないのか？ん？ヨシは？本当に、世話が焼けるな。手当てしてなんて頼んでないもんね。だから世話が焼けるんだよ。自分で処置するわけでもなし、自己申告するでもなし、いつ見ても危なっかしくてしょうがない。ねえヨシア、ヨシアはどうして？あ、手の甲も切ってるな。消毒する前に言いなさいよ。はい、終わったよ。あまり怪我しないように今後はもう少し。あ、泣き出しちゃった。どうしよう。いいよ、子守は僕の仕事だ。君は自分の仕事に戻りなよ。早く仕事に戻らないと、いつまで経っても終わらないよ。うん。ヨシア、ありがとね。ありがとう、か。特技を持ってるとは。しかも夕日背負ってるし、あれは反則よね。エステル、あの子がハーモニカが吹けるって知ってた？むむむ、ヨシュアのやつ、弟のくせに私に一言も言ってない。生意気だぞ、ヨシュアのバカ。エステルってば。何怒ってんのよ。やあ、こんにちは。そんなに警戒しなくてもいい。私は魔法使いだ。君の心を治してあげよう。ただし、代償は支払ってもらうよ。やっとわかった。僕は支払ってしまったんだ。大切なもの、幸せな時間、そして僕を形作るすべてを。僕は人形、壊れてしまったいびつなかけら。誰かの大切なものを壊すために存在する。
去らなければならない。この世界を僕はきっと壊してしまう。大切なものならば手元に置いておかないことだ。どこかこの手の届かないところへ遠ざけておかなければならない。僕の闇がこの場を汚してしまう前に去らなければならない。僕の存在が彼女を傷つけてしまう前に。イブシ銀ジャンボカマキリやタツノオトシゴダブルでも満足しないとは。我が弟ながらなかなか好みランクの高いやつ。だが今日という今日は満足させてやる。伝説のあの虫でな。あら、エステルちゃんじゃない。どうしたの、そんなところで仁王立ちしちゃって。今日も虫取り？えへん、今日の私は一味違うのよ。あらあら、そうなの。うん、そう、今日は特製のシロップを作って虫をおびき寄せるの。そのシロップを使うとすっごい虫が集まるんだ。まあそれはすごいわね。じゃなくて、エステルちゃん、あなたももう11なんだから、もうちょっと女の子らしい格好をしないとダメよ。だってこの服でないと動きにくいんだ。じゃあね。あ、エステルちゃん、はあ、相変わらずね。まずはシロップの材料を集めないとね。ドラゴンビーンズはエリッサに頼んで分けてもらって、新鮮ミルクと取れたて卵はティオにねだろっと。念のために新作のスニーカーが入ってないかチェックしとこうっと。ミノさん。やあエステル、またスニーカーを見に来たのかい。ねえねえ、新しいの入ってる？いや残念ながら。次回の入荷は16日かな。16日、あと1週間だ。あと1週間、あと1週間、ブツブツ。エステルちゃん。あ、ステラおばさんだ。ここで見つけたが100年目よ。今ちょうどエステルちゃんに良さそうな服を見てたとこなのよ。今日こそ女の子らしいお洋服を着せてあげる。ダメ、これから虫取りするんだもん、汚しちゃう。あ、そうだ、虫取りするんだった。危ない危ない、忘れるとこだったし。まず材料を集めないとね。よし、まずはエリッサだ。ダッシュダッシュ。最近以前にも増して元気ですよね。何かいいことあったのかしら。
昨日のヨシア君かっこよかったよね。またハーモニカ吹いてほしいな。それがさ、ヨシアったらあの後から一言も口聞かないのよね。え、そうなの？私がハーモニカを取り上げて勝手に吹いたのがいけなかったのかな。エステルってば。あのね、エステル、ヨシュア君何にもお話ししてくれないけど、きっと何か辛いことがあったんだよ。だからね。うん、わかってる。え？ヨシア、何か悩んでるんだよね。時々すごく苦しそうな顔してるもん。でも多分私じゃ力になれないから。だから今はただ元気づけてあげたいんだ。エステル、じゃあドラゴンビーンズちょうだい。あのコーヒーに使うやつ？いきなり何？あんなの何に使うのよ。内緒。エステルがそうやってねだるときって何か企んでるときよね。まあいいや。ちょっと待ってて。はい、ドラゴンビーンズ。よし、次はティオの番だ。新鮮ミルクと取れたて卵をもらってこなくちゃ。ねえエステル、何を企んでるの？後でエリッサにも見せてあげる。びっくりして気絶しちゃうかもしんないけど。じゃあ遠慮しとく。また後でね。でもちょっと見たいかも。あれ、エステルちゃんどうしたの？で、その格好は虫取りに決まってるか。ふふん、今日はちょっと特別なんだ。ティオ、新鮮ミルクと取れたて卵分けて。何よ、やぶから棒に。まさか料理に目覚めたってわけじゃないんでしょ？えへん、実はね。で、伝説の虫？うん、ヨシアをびっくりさせてやるの。相変わらず説明になってないわね。推測するに、その虫をおびき寄せる芳香剤を作りたいってわけね。うん、多分そう。その芳香剤ができても間違って私にぶっかけないでよね。大丈夫大丈夫。本当かな。はい、ご注文のものよ。あのさ、エステル、ついでだから言っとくけど、あの子が弟になるんなら少しずつ話をした方がいいよ。あの子の過去もあんたの過去も、あの家にはレナさんが住んでいたってこと私は知っといてほしいな。うん、ちょっとずつね。でもそんなのわざわざ話さなくてもいいの。ずっと一緒にいたら分かってくるものだと思うから。だって
ヨシアはもう大事な家族だから。そっか、あんたのそういうとこ私は好きだよ。うん、ありがとね、ティオ。よーし、材料は全部揃った。あとはミストバルトで伝説のあの虫を捕まえるだけ。待ってろヨシュア、絶対びっくりさせてやるからな。おいおい、ミストバルトなんて子供が勝手に入っちゃダメでしょうに。っていうか、その伝説の虫って何？あ、ちょっと寄ってこうかな。いや、エステル君じゃないか。どうしたんじゃ。あ、市長さん。ああ、時計台じゃねえ。先月修復が終わったんじゃよ。うん、知ってる。ロレントの職人たちが集まっての知恵を合わせて取り組んだのじゃ。建材もできる限り元のものを使うようにした。ほれ、前とあまり変わっておらんじゃろ。うん、あんまり覚えてないけど。わしはこの時計台を見るたびに元気が出るんじゃよ。ロレントのみんなが、いや、わしが今まで出会ってきたすべての人たちがこの町を応援してくれておる気がしてな。うん、だからわしはこの場所を大切に思うんじゃよ。うん、よし、待ってろヨシア、今伝説のあの虫を捕まえてきてやるからな。はあ、エステル君や。ゴーゴー。はて、獲物の匂いがするぜ。うーん、この辺にしようかな。よし、この木にしよう。なんか自己主張をしてる感じ。ペタペタ。こんなとこかな。狙うは大物のみ。何しろ伝説の虫だもんね。ヨシアもびっくりするに違いない。にはは。お世話になりました。うわーやー。
この声はエステル？まさか何かあったのか。いや、あの子のことだ。単に転んだだけかも。いや、でも何にせよ僕にはもう関係ないはずだ。あの子に何があってももう僕には。クソ！これは私のだぞ！あげないもんね！この…あっち行け！シッシ！だから…こっち来るなって！僕の後ろに隠れて！今の体力じゃこれが限界だな。あれ、逃げちゃった。よし。何をやってるんだ君は。え、こんな森の奥深くまで来て魔獣に襲われて子供のくせに危ないことをするな！大体君はいつも無謀すぎるんだ。もっと周りの状況を見て行動しろ！そんなんじゃ！よしよ。ちょうどよかった！よくない！僕が来なかったら今頃は。ほら、これ見て！どうだヨシア、ついに捕まえたぞ。こいつが伝説のあの虫だ。でかすぎ。すごいでしょ。ね、ヨシア、何か辛いことがあったのなら、それが話したくないことなら私聞かないから、ヨシアが話してくれるまで待つ。それまでそばにいるから。うん、この虫あげる。だから元気出して。その虫が伝説、大したことないね。大したことない、こんなに大きいのに。うん、その程度。見てなさいよ、絶対すごいって言わせてやる。もっとすごい虫を捕まえてヨシアを驚かせてやるんだから。ヨシア、ちょっとそこで待ってなさい。もう十分驚いてるよ。僕はこんなにも変わってしまった。君は本当に不思議な子だね、エス。そして僕は一つの約束をした。誰のためでもない、自分のための約束。自分という異質な存在を
この平和な世界に置いておくまじないを。それはこの世で一番卑怯なものだったけれど、君は許してくれるだろうか。僕は自分を偽り続けることよりもそのことの方が心配だった。皆さん、お見送りありがとう。こんなに大勢で来てくれてちょっとびっくりしちゃった。それで突然の話なんだけど、私とヨシアは外国に行くことになりました。二人で旅をしながら各地で遊撃士の仕事をこなしていこうと思います。多分とても長い旅になります。大陸のほとんどの地方を回ることになると思うので。でもいつかまた必ずこのロレントに帰ってきます。うん、成長した姿を見せられるように向こうで精一杯やってくるわ。しかしお前らと来たら俺に相談もなしに決めるとは。あら、そうだったんですか。まあな、休暇を取るのに苦労したぞ。ごめん父さん、急な話になっちゃって。でも二人で話し合って決めたことだから。だから信じてくれると嬉しいな。まあそれなら何も言うまい。この広い大陸でお前たちの好きなようにやってこい。うん、はい。二人とももうベテランだし細かい注意とかはいいわよね。これからは学ぶべきもの、知るべき事柄を自分たちで判断していくのよ。目を養うようにしなさい。はい、肝に銘じておきます。遊撃士を取り巻く環境はリベールの内と外ではかなり違うでしょうけれど、でも基本は同じよ。あなたたちに教えた通りだから。うん、困った時は教わったことを思い出してみる。あんたたちなら大丈夫。私たちが仕込んだんだから。自信を持って暴れてらっしゃい。シェラさん、アイナさん、今まで本当にありがとうございました。言葉じゃ言えないくらいお世話になっちゃった。気にしない気にしない、可愛い妹分のためだもの。エステルちゃん、生水には気をつけるのよ。ボタンはちゃんとかけて、寝る前には歯を磨く。あとそれから、あ、おいステラ、エステルだってもう子供じゃないんだから、そんなに心配しなくても。いい？エステルちゃん、ちゃんとしないとおばさん夢に出るわよ。
なんだか冗談に聞こえないね。気をつけます。ヨシア、エステルを頼んだぞ。それからうちのバイトはいつでも空いてるからな。いいか、必ず戻ってくるんだぞ。はい。おじさん、おばさん、お元気で。エステル、私たちのこと忘れたりしないでよ。ああ、ほら、泣くな泣くな。落ち着いたらすぐに手紙を書くわ。ディオ、エリッサのことをよろしくね。はいはい。エステルもちゃんとヨシュアのこと捕まえときなさいよ。え？ご忠告ありがとう。よいしょ、お兄ちゃん。よいしょ。おやおや、うちの双子も泣き出しそうじゃないか。まあ仕方ないかもしれないね。あんたたちに赤ん坊の頃から世話になってたからさ。毎日のように遊びに行ってたっけ。おじさん、おばさん、それにウィルにチェル、元気でね。時間になっちゃったわね。ではの、二人とも。うん。市長さんもお元気で。ヨシは心は決まったのか。うん。父さん、僕はヨシュア・ブライトでいたい。そのために大陸を回ろうと思う。僕が僕であるということは自分で掴み取らなくちゃいけない。そう望まなくちゃいけないんだ。僕はヨシュア・ブライトとしてここにいたいから。エステルや父さんたちのそばに、この町の人たちの中に。だからもう一度自分自身の道をきちんと見極めてこようと思う。そうか。少しはいい顔になったじゃないか。ありがとう。何よりの褒め言葉だよ。まったく、もう本当うちの男どもと来たら相変わらず自分たちにしかわからない会話をしちゃって。ほらほら、よしや、早くしないと置いていくわよ。はいはい。じゃあ、みんなまたね。エステル、今度会うときは俺も遊撃士になってるからな。それは楽しみね。ああ、
本気にしてねえな。俺は本当に遊撃士になるんだからな。僕も遊撃士目指そうと思うんだ。だから、うん、必ず帰ってくる。リック、パッド、次会うときは同僚ってわけね。私も楽しみにしてるから。ああ。エステル、ヨシュア、ここがお前たちの帰る場所だ。忘れるなよ。うん、父さん。忘れないよ。行ってきます。Thank you.